し飛鳥さん、最高すぎる模様。久しぶりに見たら全然輝くてびっくりしたわ。深夜にザッピングしてるとたまに遭遇するパチンコ番組に出てるイメージ。くっそえ、勝ったけどなんかいまいち露出しないままだったな。前世紀の美女はグラドルの中でも5本の指に入るぐらい好き。高翔が当時のグラビア番付で横綱だったけど岸飛鳥のが上だったよな。昔ロンハーで純が家に行っておもてなし受ける企画で岸飛鳥出てたけどクソえ、勝ったわ。まだ協定の仕事で頑張ってるぞ。ドラマで胸触られてたな。え、勝った。ダイアンが生で水着姿見てガチでビビったらしい。めっちゃ恋の出た。最近可愛いよな。こんな海におったらマジで危険。カメラマンに部屋で触られてかけたって話を聞いた。収まりきってないやん。たまには岸飛鳥でやるか。